時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢の時間がやってまいりました。映画監督の坂口克美さんです。ようこそお越しいただきました。どうも今日はお招きいただいてありがとうございます。この度ねすごい映画賞をいただいたじゃないですか。ありがとうございます本当、ね、2015年度文化庁映画賞文化記録映画部門で優秀賞をいただきました。やっぱり、まあ、そのドキュメンタリーをな、うん、一人で作るもんじゃなくし、誰もが力を合わせてくれて、それを、まあ、僕は、まあ、まとめる中役やから、うん、その、この賞を受けたのが今そこにポスターがあります。法要というお母さんを撮り続けて4年ですよね。この映画だったんですよね。でこの映画私もねついつい 3,4 回見てしまったんですが、まあ置いていくお母さんをね、再生していくお母さんですね。倒れてっていうかちょっとパニック障害になってしまって種子島に、おばさんが連れて帰ってで再生していく映画、これを4年間撮り続けたんですよね。で自分のお母さんを撮るということはすごく大変なことだったんじゃないですか。勇気もいったんじゃないでしょうか。映画は、うん、追い詰められて、カメラを回すわけですけど、まあ、このタイトルの法要ということの、意味をずっとこう考えてきたんですけど、やはりふるさと、まあ、種子島に法要される映画、そこにたどり着くまでの、まあ、記録奇跡を描いた映画だと思うんですよね。そうですね。上尾市の団地に21年間暮らした母千末さん、愛する娘を失い精神が混乱する中ふるさと種子島に帰り穏やかな生活を取り戻した。坂口監督は4年に及ぶ撮影で実感した老後を幸せに送る10の言葉を紹介しているという、 こう新聞の記事を今読ませていただいたんですが、老後を幸せに送る 10の言葉、これ私もね毎日のように復唱をしてるんです。とってもいい言葉だと思うんですが、でこの一人の信頼できる友を持つ、まずこれが1番目に来てるんですよね。そうですね、はい、やっぱり人生にとって一番大切なものはやはり自分の心を許せる友、やっぱりそれを深くこう関わる友のあるかないかで、その老後の、またはその人生というのの、はい、色合いが違ってくると思いますね。そうですね。そして、他者を、部屋に招き入れる、でこれはそうですね、やっぱり混乱したり、置いてきてね、やはりそういう時っていうのは自分の世界に閉じこもって、部屋にどう、鍵をかけて閉じこもっていくのでね、そういう分ではそれをむしろ違うベクトルの方に向けるために他人を、他者をね、部屋に招き入れるっていうことがね、とても大事だと思います。そうですね。3つ目としてですね、1日の出来事をノートに書く、これは、忘れないためですか、それとも、なんか意味があるんでしょうかね。まあ、母親がね、自分をその精神的に混乱していくもんですから、その時にその書くことを勧めたんですよね。でそれで、まあ、その大学ノートに一生懸命、今日はな精神安定剤をいくつ飲んだとか、その息子が帰ってこないとか、腹が減ったとか、種子島のことを思うとか、まあ、そういうふうに心のつぶやきをそのノートに一生懸命書いていくことで、なんかやっぱり自分がこう安定する効果があると思いますね。それはお母様が率先して自分からお書きに書き始めたってことですか、それとも監督が書いてみたらどうということで。なるほど。私が日記書いてるもんですから、毎日の日々の日記を書いてらっしゃるんですね。私はもう細かいな字で、今日は何を食べたとか、そういうふうなことを記録するっていうことがやっぱりとても大事だと思いますね。そしてですね、1日1回1食ですね、手作りの料理を作る、お母様とてもお料理のお上手な方だって伺ってました。種子島料理を、必ず作って、それはやっぱり自分の五感も刺激するし、種子島のことも思うし、家族のね、絆も思うし、料理作るっていうことがね、いいと思いますね。一回しか作れませんけど、ペットを飼い花を育てる、これ、まあ、都会だとね、ペットを飼えないところもあるんでね、まあ、そういう時は植物、花とかね、そういうのを母親は
作ってて、で団地の庭に種子島から持ってきた植物を植えて、みんなに見てもらってたんです。種子島からわざわざ持ってきたんですね。だからまあおばんが送ってくれたり、自分で巻いたり、隣の人と一緒に、だからいつもそこには母親しかわからない、ちっちゃなのあの農園というか、畳一畳ぐらいののを、団地の庭にこっそり作ってるわけですよ。あの映画のシーンから下から上から覗いてる猫がいるところ、お庭ですね、猫ちゃんがいるところですね。あれは母親が作ってるんですよ、種子島のものを植えて。なるほどね。そして6つ目として、人の輪の中に入り交流する。そうですね、やっぱりその信頼できる友だけではなくて、やっぱりその社会と関わるということで、あのやっぱり関わりを持たないと孤立していくのでね。なるほど、そうですよね。で、あのふるさとに一度は帰る、これは一度はっていうと、1年に1回とかじゃなくっていいんですね。そうですね、まあやっぱり方言をしゃべるとか、やっぱり島料理を食べるとか、島の歌を歌うとか、まあ、そういうふうに島を意識しながら、それでやっぱりあの一度は自分の心の中で、内心は本当に実際にね、あの帰るということはね、やっぱりつながることですからね、ウミガメのように、ウミガメのように帰ってくるように。そうですね、ふるさとを取り込むということだと思うんですけど ね、 そ、 うですね。そして、ユーマを忘れない、やっぱり追い詰められていくと、そこには悲惨があったり、ね、悲惨な状況、僕も母もそうですけど、やっぱり人様に言えないようなね、自国絵図があるわけですよね、まあ、そういう時に混乱する母を見てた時にね、ふっとこうその視線をあのちょっと遠くから見てみると、結構滑稽だったりするわけよね、例えば精神安定剤が近くにあるのに、その薬を探して、もうその辺をこう動き回って、そこにあるのに、メガネでもそうだけども、まあ、そういうのをちょっとね、ここにあらあちゃーっていうようなな、ちょっとしたことの声がけで、そこにちょっとした笑いが言われると一日が過ごせるみたいな。ああ、なるほど、そうですよね。はい、そして自分を励ます愛唱歌を持つ。お母様よく歌ってらっしゃいましたね。そうですね、まあ、歌の中では劇中の中でも、ね、歌ってますけども、やっぱり、母が好きなのはあの小賀メロディ、人生の並木道とか、そういうのを亡くない妹よ、妹よ亡くなっていうようなね、そういうのを歌うことで、まあ、自分を無意識のうちに励ますっていうかね、そうでしたね。あの一番、その映画の一番最後の方にもずっと口ずさんでましたね。そして愛する人のために生きる、これ素晴らしい言葉だと思うんですが、そうですね、やっぱり人は人のため、自分のために生きるっていうことはね、とても寂しいことだし、生きがいもないので、まあ、母の場合は、自分の娘のためであるとか、夫のためであるとか、まあ、この息子のためであるとか、またおばのためであるとか、まあ、そういったな友達のためであるとか、まあ、誰かのために生きるっていうことはな、やっぱり人生にこう勇気を与えて元気になっていくっていうあれになるんじゃないですかね、栄養に。そうですね、人のために生きるって、そうですね、私たちもやっぱりそれをいつもこの十箇条っていうのは私たちも通じるものなんですよね。この映画はな、種子島の大地とかそういうのに抱擁される映画っていうことは、やっぱりまあ、お芋みさよさんも、やっぱりそういう島の人々のな、大地の中で、まあ、そういう育まれてな、そういうのでまあ大変嬉しいことなんでね。そうですね、どういうふうにしたら、この人生を謳歌できるかっていうのが凝縮されてるような気がするんですけども。そうですね、やっぱりあの老後を迎えて、まあ、例えば旦那さんとかね、あの奥さんが亡くなられて、まあ、一人っていうことになるわけですけども、まあ、そこから先に、実はその本当のね、豊かな、あの自分が想像もしないような人生が開けていく可能性があるということを、この母親のドキュメンタリーを通じて、僕は学んだような気がするんですよ。つまり、一人になったから最後ではなくて、そこから先にね、あの僕らが想像もしてない豊かな人生が広がる。それは本当に自分の中のその魂の元凶、つまりふるさととの出会い、そうですね、不可欠だと思います。ちょっとね、質問が、監督に質問が来てましてね、普段の監督は何してらっしゃるんですか。そうですね、僕はね、あの、結構料理が好きなんですよ。ほら、自分で料理をするので、まあ、あの料理とね、それからあのベランダで、あの野菜を作ってますね。野菜を作って料理を作って、まあ、ちょっとそういう所帯地見てるんですけど、それは結構好きですね。そしてですね、10月の22日から10月の25日、これ文化庁の映画週間っていうのがあります。その中でですね、先ほど申しましたこの法要で2015年度文化庁映画賞文化記録映画部門で優秀賞をいただきました。
でこの表彰式があるんですよね。あ、そうですね、はい、そしてその後、10月の25日に、映画を見ることができる。これは無償で見ることができるんですよね、はい、ぜひね、本当もうこれを検索すればいいんです。インターネットで、ね、申し込んで、もうぜひ、あの皆さんもただなので、うん、ぜひ見てほしいですね。そして海外の方でも、放映しますね。あ、そうですね、まあ、ドイツと、オランダと、そうですね、オランダはカメラジャパン2015正式の 出品作にこれなってます、はい、すごいですよね。そして、日本映画スプラッシュ部門正式出品作品なんですが、オランダ、次はドイツ。ドイツは日本コネクション2015日本ビジョン部門オープニングの作品になってるということなんですが、やっぱりまあ、そのドキュメンタリーは ね、やっぱり自分一人の力で作ったわけではないので、まあ、いろんな人の力を借りてこの映画ができたので、そのことのこう、まあ、喜びもそうですけど、皆さん方が、ね、この映画をその触れてね、何かこう一つこう、あ、こういうことが何か自分の老後についてね、まあ、学べるっていうんですかね、なんかそういうのに気づいて、触れてもらえるととても嬉しいです。作った甲斐があるっていうかな。そうですね、はい、ぜひ私も見に行きますのでね、皆さん一緒に参りたい。まだ若干席があるそうです。で早くしていただいた方がよろしいかと思いますので、ぜひ、会場でお会いできればなって、そのように思います、よろしくお願いします。ありがとうございます。